あんたやで。何が頭おかしい。すごい上司にしない。いや、ほんま、酒でも、今日はな、ずっと付き合わんでって分かってるから、飲んでええでって言うたけど。何よ。もうずっとの、例えば朝まで飲みに行かなあかんとかやったら、絶対飲むな言うてるからな。いや、ほんまね。何だいたいさ、そんなさ、酒癖悪いってよ、その漫画みたいな悪さや。ほんまにどつくとかさ。そう、酒癖悪いって芸人の、その芸人論がどうのこうのじゃないね。まず、いかに自分がどうやって芸能界を生き抜いてきたか。っていう話があって、もうそうなったらもう全然思んないの。だから、飯とかでも、行こうかよって、用事あるってずっと嘘ついてた。いやねん、あの話。なんか、最初もらった台本はドラマの。ドラマの最初もらった台本は何番手やったけど。いいよ、大河で何番手になったまでの話が長いねん。でも、ほんまのこと言うて、うん、一番酒癖悪いの、大輔やろ。大輔って、はい、多分俺の前で本気で飲んだことがないと思うね。一回ほら、みんなでほら、新劇みたいなことやって、打ち上げ覚えてる？新宿で？そう。原西が泥酔して。そう。でも、あの時ある、原西も酒癖悪かったね。ずっと千原に、ジュニアか、うん、ジュニアにブワッと暴言吐いて、そう、おもんない、お前おもんないんじゃん、おもれ古しやがって言って、暴言めっちゃ、原西、実は、酒癖は、でも今酒抑えてるけど、酒飲みすぎたらな、暴言ブワー吐いて、おもろいふりしやがってが、めっちゃおもろかったけど。それおもろいんちゃうか。俺ら知ってるからさ、もうめっちゃ笑ってんねんけど、わー言うて、ほんで、俺とかが、ジュニア死んだどうすんねんって言ったら、死んだら嫌やな、お前絶対死ぬなよ。泣き出しちゃう。もうね、でも、死ぬなよ。号泣してな。何やったよ。俺はもうゲルだけど笑ってるけど。すごいな。暴力的なのは大好きやん。大好きか。結局。でも自分もそうやんか。すぐ T シャツベーベー読んだりしてるやん。いや、人の。昔な。うん。いや、それはまあ一応ほら、なんか暴力的な笑いみたいな。いやいや、何にも笑う。何周り引くだけ、ドン引き。違う。何がおもろい T シャツ破いて。おかしなったんは、タムケンと大好きやんか。俺が東京行って、しまって、で、宮迫イズムやんつって、後輩が、突っかかってくるみたいなノリがあんの。で、あんたなんかおもんないわー、みたいな時に俺が肩にパンチバーンやって、それノリやったやんか。やってな。ほんで、割り箸をこうパキンと割って、こう、ザッと刺すみたいなノリやったやんか。でも、俺がやってたのは、こうやねん。刺す言うたって、実はここスカスカにしてたら、こう、ドンって叩いてるだけやん。おかしなったんは、俺がいなくなった後、同じノリやるって、大輔とかタムケンは、親指で、それはほんまにさしてると思うんだよ。ブラマヨの小杉とか、いらん目おてんやから。そうやな。あれは、だから、当時、やりすぎ工事で、あれを映像流したことによって、なんか局長賞がなくなった言うて。じゃあ俺、テレ東できんなったやろ。あ、そうなんや。勝手に、タコシゲ。タコシゲも最初に言った俺やで、ね、あれ。あ、そう。タコシゲも俺発信。いや、もう芸人の聖地みたいなとこ。タコシゲの場所が、ちょっとビルの、もう移転というか。はいはい、場所変わってね。場所変わるから、タコシゲがなくなっちゃうと。うん。いうので、まあまあ、タコシゲ、ゆかりの芸人みんな集めて、はい、俺主催で、こう、やったわけ。うん。うん。そこを、たまたま回してたわけ。はい、カメラ、ね、記念やから、うん、カメラで回しとこっていうのを、その、やりすぎ工事。はい。で、勝手に使われってさ、別に俺は、使ってたもん何とも言うて、うん、俺ゲスト行った時に使われて、その光景が流されて、すごいクレームが来て、俺できん。どういうことや使ってくれなんか言うてへんの。いや、でも、後にテレ東の時には、
出禁にしといてよかったなって思ってる。ダメージを最小限に抑えれたみたいな。結果ない。その何年後かだいぶあったやん。闇営業。いやいやいや、もしかしたら、まあ、人気番組やってたかもやんけ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。